23番高橋大輔さん日本。2005年惨敗のモスクワ、2006年後悔のトリノ、苦しかったからこそ高橋大輔はたくましくなりました。2007年東京、開催国の威信を担うエースの姿、高橋大輔のこの姿が大きくそして眩しく見えます。ショートは3位、オペラ座の怪人、4大会連続成功の4回転、4回転も手をついきましたが、よく踏ん張りました。のジャンプ、トリプルアクセル、トリプルアクセル、ダブルトーループ。ショートプログラム、ステップでは全選手の中で一番高い得点でした。世界一のステップです。連続ジャンプが始まる。トリプルフリップ、トリプルトーループ。トリプルルッツ、ダブルトーループ。ダブルループの回転が足りません。トリプルループ。あと2つ。トリプルフリップ。トリプルサルコ。決まった。バランスを崩しましたが、よく耐えましたね。さあ、世界への道が見えた。あとは自慢のステップで駆け抜けるがいい。
マスクを剥ぎ取ったその瞬間、高橋大輔はプレッシャーから解放されました。その目には涙が浮かんでいます。大きな巨大なプレッシャーの中戦い抜いた高橋大輔。そして日本男子の悲願は果たして成就されるのか。素晴らしい、もう言うことないですね。かっこいい。もうこの彼の表情から今シーズン彼が背負ってきたものが今本当に伝わってきますね。しばらくはこの余韻に、この感動に浸っていたい。松岡さん、はい、いかがですか。このプレッシャーの中であの演技できるってすごいですね。あの前2人の選手の、ね、演技もその前にあったわけじゃないですか、もうその中でこの順番っていうのはすごい時として残酷ですよね、はい、でもよくね、おやりになったなと思います。なるほど、はい、すごい。4回転では手をつくシーンがありました。あと一つコンビネーションでも回転不足。そうですね、ちょっと遠くなのではっきりと見えなかったんですが、ただ2005年モスクワの世界フィギュア、プレッシャーに打ちのめされて惨敗したあの高橋大輔の姿はもう今はどこにも見当たりません。2002年初めて世界ジュニアを制して天才と呼ばれた男、自分自身の評価より周囲の評価が高くて苦しんだ数シーズン、2004年にはスケートをやめたい、そこまで自分を追い込みました。そして迎えたこのシーズン、開催国の威信を一身に背負って高橋大輔、ようやく笑顔が見られました。さあ楽しみに待ちましょう。80点を超えるかどうか、テクニカルエレメンツから80点超えた、 86.52、 そして演技の構成点の 76.92、 237.95 という合計得点、この時点でメダルは確定です。高橋大輔2位に入った、この時点でメダルは確定、あとはメダルの色。よくやった、本当に大きく頑張りました。トップはジュベール、2位に高橋大輔。ランビエル選手、そしてジュベール選手が素晴らしい演技を見せた後の空気にもかかわらず、しっかりと集中力を保ち、それを起こす素晴らしい演技を見せた高橋選手、涙を拭きながらスタンドクライから今こちらへと向かってきます。今高橋選手の気持ちの中にはどんな思いが込み上げてきているのか。この大きな大きなプレッシャーの中、高橋選手はどんな気持ちで滑ったのでしょうか。早速伺ってみます。高橋選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後にはいろんなものが込み上げてきましたね。そうです、でも今シーズンもう最後っていうのもあってすごく緊張しました。でもその中で演技、あの演技ができたので、まあちょっと自分自身で納得いかない部分もあったんですけど、でもとりあえず大きなミスなくできたことが本当に嬉しかったです。これでメダル確定、どんなお気持ちですか。初めての世界選手権のメダルなので、本当にもうただ嬉しいだけです。今日の演技前はどんな気持ちで臨まれましたか。そうですね、あのもう自分を信じて、その今までやってきたことを信じてやろうと思ってやってました。もう場内ものすごい拍手が鳴り止まずに響いていましたが、届きましたか高橋選手には。そうですね、もう途中で結構バテちゃったんですけど、まあ、そこでもあのお客さんの歓声がすごい胸にこう聞こえてきて、本当助けになりました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。の2位、銀メダル獲得です。さあ、その声を聞けそうです。インタビューです。さあ、それでは早速高橋選手にお話を伺ってみたいと思います。日本男子初の銀メダル、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？もうとにかく嬉しいです。この、そうですよね、初の快挙ということで、ご自分の中ではそれをどういうふうに噛み砕いていらっしゃいますか？もう本当にまた新しい記録というかが作れて、本当にそこは嬉しいんですけど、まあ、これをステップにして、もっと次は1位を目指して本当にやりたいという気持ちがまた強くなりました。去年の世界フィギュア、そしてトリノオリンピックで悔しい思いをしたのがここまで届いたという、そういった気持ちでしょうか？そうですね、オリンピックで結構、情けない思いをして、自分自身情けない思いをして、もう本当にあれで気持ちが入って、また本当にそれで頑張ってきたので、これが取れたかなと思います。今日はその世界という大きなプレッシャーの中で日本のエースとして戦った、それを自分の中でどういうふうに克服したんですか？いや、もうとりあえず自分を信じるということで、あとはやっぱり日本開催という皆さんの期待が大きかったので、それに本当に応えたいという気持ちが一番大きくて頑張りました。また今年は本当に今までとは違った、本当にプレッシャーに強い高橋選手というのを見れたと思うんですが。そうですね、もう今年は本当にいろんなことを経験させてもらって、もう一個ずつ強くなれたかなと思います。そしてこの東京での世界フィギュアでこの銀メダルというのはどうですか？もう本当に日本で、しかも日本男子初というのを皆さんに届けられたのが本当に嬉しく思います。高橋選手。はい。国分です。あ、こんにちは。いや、本当に感動しました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。聞こえましたか、会場の声援は？はい、もうすごい聞こえて本当に助けになりました。いや、僕もですね、もう自慢できる日本代表です。本当におめでとうございます。ありがとうございます。大ちゃん、おめでとうございます。荒川静香です。いや、本当強くなったね。ありがとうございます。いや、感動しました。おめでとうというか、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。大輔。あ、こんにちは。おめでとう。ありがとうございます。カメラ目線だね。まあ、これからもうちょっと、もっと練習しましょう。はい、頑張ります。また助けてください。高橋大輔選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。優勝がブライアン・ジュベール、そして2位につけた、2位に入った、2位を掴んでくれた高橋大輔です。